ども。西脇のカレー屋さんで、Bランチでほうれん草にしました。飲み物はラッシュ。2020年の6月26日、はい、今日もスタバでマグランチ、たこ焼きでも買っておこうかな。たこ焼き買って食いながらサクッといきたいと思います。たこ焼きください。はい、たこ焼きね。うん、はい、もうたがここでたこ焼きを買ってきました。たこ焼き屋のそこのおばちゃん、涼しいのって聞いたら、後ろ全然エアコンがないらしく、すげえ暑いって言ってた。大変だよね、こう雨が降った後だとだいぶ湿気が多くムンムンするんじゃないでしょうか。そしてそこのスタバの店員さんもなんとなく俺がいつも飲むやつをマグラテなんとなく覚えてくれました。そんな感じでたこ焼き塩いただきます。そう、こんな感じです。とろーんとしてるわ。取れないほどトロンとしてる。よし、はい、いただきます。うん、トロンとはしてねえかな。なんかトロトロ、うん、してんのかな。嫌いじゃない。でもトロンとしてるね。
嫌いじゃないです。うまいな。2020年6月27日土曜日、遠州森、乗用車が間違えたか、トラックの方入ってきてる。なんかムーンとしてるので、アイスコーヒー、デイリーのアイスコーヒー180円。こんな感じで土曜日の夜はガラガラです。ガラガラ。これあまり周りから評判が良くないんで、どんなもんなのかなと思って買ってみました、はい、ジェットでは一番人気になってたんだけど、まあ、ちょっとここがくすんでるんで、くすんだところがどうなるのか一応試しにやってみたいと思います。あんまり評判は良くないけど、どうなんでしょう。白こんな感じ。これを買うなら、あげたのにって、みんな使わないみたい。確かに、すっかし暑いな。確かに、そんなに綺麗になんねえわ。なんか変わんなくねっていう話。なんかあんまり綺麗になった感が出ねえわ。全然なんかこういうのが、こんなもんなの本当に。これたっぷりつけちゃうか。試しにつけてみたけど、どうなのか。変わんなそう。変わらない。はい、ということでこいつは使っても本当なんか変わんねえな。綺麗になってる感、研磨できてる感が、アルミ用磨き仕上げ、汚れを強力除去して表面を強力保護、拭き取り簡単とは書いてあるけども、個人的にはクリスタルマジックリミテッドよりも、ブルーマジックの方が全然いいと感じました。はい、そんな感じです。こんなもんです。
この辺が全然くすみが取れません。もしくは一回ハイトレやんなきゃダメなのかな、まあ、そんな感じです。はい、ではトラッカーズプロクリステルマジックリミテッドでした。はい、そんな感じで、あんまり光がピカーって感じに光ったりはしない感じやな。なんか磨き風呂の上でも、ちょっとくすみが残る。これは限界か？結構磨いても細かい細かい感じが消えません。雨降ってきたか。お、布団も取り込まないとこれはまずいね。天気が、空が真っ暗だわ。こんな感じでプロでした。クリステルマジック、ブルーマジックの方が個人的には好きです。はい、こんな感じです。どう、すげえ雨が降ってる。こんな感じで高松から、今時間が2時10分5時過ぎにセットっていうんでできるっていう話を昨日言ったんで、もう3時間ぐらい経ったら移動したいと思います。はい、こうやって動画を撮ります。